こういう曲歌いたいみたいな、何かありますか。そうですね。京平ですかね、僕は。高橋京平。あの身長差もあんまりない。んでだからバランスも。身長大きい。コンビ。唯一。そうですね。唯一の。うちの、うちね、身長高い唯一のコンビ。唯一のね。はい。はい。コンビ。身長差もあんまりないですし。まあ、バランスも。うん。まあ、こんなこと言うの、あれバランスもいいので。はい。だから。こう、カップ歌いたいですね。二人で。なんか、こういう。 みやろうな。うなん。まあ、かっこいい系もやりたいんですけど、うん、あの、たぶん、あの、高橋恭平くんは、あの、まあ、ノリがいいじゃないですか。うん。だから、まあ、かわいい系をやってくれると思うんですよね、<ー>振り切って。おお<ー>お。だからまた、あの、新しい一面が見ると思うんですよ、京平くなるほどね。こうナルシストな感じのキャラで、はいはい、あの、済ましてますけど、うん。 可愛い,い曲をやったら、あの、一皮むけるんじゃないかなと。おお<ー>。まあ、どっちもできるぞっていう。あ、かっッいいもできるし、かわいいもできるぞと。そうです。いうところを見せるために。あと、かわいい曲。そあ、そこは意外かもしれんね。そうです。でも、そういうのは、こう、ファンの方々的にはすごい嬉しい嬉しいと思います。ギャップがね、感じるんで。うん、いいですね。はい。大悟くんなんかありますあ、西畑はですね、あの、ジョーくんと、はい。 ハッスン、あの、大橋が、はい、あのー、歌ってるのを横から見てニヤニヤするっていう曲やりたいですね。<laughs> まあ一応ユニット曲なんですけど、だからもう二人が主役です。なるほど。だから、いわゆる上橋と呼ばれる方々を、はい、あの、端っこの方から見ててめっちゃニヤニヤするっていう。ファン目線ですよね。そうそうそう、そういう曲をやりたい。<laughs> もち歌詞にもそういうめっちゃニヤニヤしてるみたいな、はい、こう、あの、セリフみたいな、はい、あの、歌詞があって。<laughs> そういうのがやりたい。そ,そのパートはいやもうね、あの二人見てたらニヤニヤしちゃうの、うん、ほんま。<laughs> もういいよね、あの二人。上応<橋>端。ね